分こそが自然のあるべき姿よ。
ントンこそが自然のあるべき姿よ。これもともともらってたファイルにさ、はいはい、そうあれいじれるかな、はい、どうしようかなと思って、やっぱ画像として、じゃあ画像じゃないファイルとして送った方が良かったですね。私メールした後いじっちゃったんですよ。別にクマさんが間違えたわけじゃないです、すいません、私がいじっちゃってるだけなんで。あれそうかね、うん、私がもう一回メールすれば良かったです追加しましたって、あれを怠ったがばっかりに。別にクマさんのミスではないです、はい、ややこしいんですけど、すみません。Google シートっていつでもいじれちゃうもんで、そう連絡しようかなと思ったんですけど、熊さんがあれ反映してくれるのが早かったです、思ったよりすぐ対応してくれたんですね。ああね。ダウンロードしたのかな。よ。え、追加って大丈夫ですかね。すみません。とね、もうね、楽勝っすよ。別のゲームにハマっちゃったみたいで、ちょっとルル熱が下がってるので、あ、じゃあ交換しようかって言って、別の人を入れる話はもうしてて。バロラントですか。いや、シビリゼーションですね。なんか、時間がかかるんだって言ってました。私よく知らないんですけど。時間泥棒って言われるやつね。なんか、廃人作成機みたいな。これはなんか色が濃くなったなと思ってね。はあ、エクセル難しいなぁ。そう、本当は Google シートのなんかこう閲覧だけで提供してもらうとコピペで OPGG とかでも使えるから楽なんですけどね。なるほど。ヒーローさんのカップとかあったよ。あ、違うな、何だったかな、別の大会では使ってるとこありましたけど、やっぱ使ってるとこは少ないですね。あれ便利なんですよ、コピペできる。やっぱお役所人間やからさ、こう提出しろよっていう、あれに慣れてるんだよね、仕事的に。お役所なもんでさ。ネットに上げるのがね、そもそもね、多分ね。そうそうそう、文化的にそういうのやってなくてさ。そうそうそう。はあ、今日マジでさ、ヤクザと戦ってきたよ。ヤクザ
何そういう警察みたいなことするの？そう、そういう部署にいるから、ヤクザとかチンピラとかとバトルするのが仕事。ああ、ちゃんと収めなさいよみたいな、処罰代、処罰代。もうね、不当要求とか、あの脅迫とかめっちゃしてくるの。徳島もうそれをね、九州は争うですね。そこでね、もう、ね、あのそんなんダメだよ、めってして、勝ってきた。ああ。なんかそういうのどっか外部に任せちゃいそうなイメージ。やらなあかんときはやるもんなんやっつって、なんでこんな仕事せなあかんのって、俺はもっと快適なお役所ライフを楽しみたいんだがって。お役所ライフであ、まあいや、もうこのフォントでいいや。なぜかフォントが変わっちゃった。まあ、シアンロージーさんはね、前回優勝者、初代王者、うん、ディフェンディングチャンピオンだし、それがちょっと色濃い方がいい。その色ぐらい直してくださいよ、そんな。使い慣れてるでしょ。これなぜかね、なんかフォント急に変わったんだよね。俺何もしてないのに、なんか勝手にエクセルが動いちゃって。エクセルのデフォルトのやつ、おかしいですよね。デフォルト変えられるっていうか変えてみたけど全然効いてなくて、これは何らかの不思議な力が働いてるはずなんだよな。右クリックでフォントを選べないんですか？これデフォルトフォントってどれよ。あ、デフォルトなんかそれ効かないんですよね、いくら設定しても。なんだっけ、オプションのとこからできるんですけど、ネットで調べた感じ。プッシェのなんだっけな、詳細設定だったかな。このなんか真ん中ら辺に。あ、多分これだ。でもなんか変わんない？全然違う気がする。まあいや、ちょっとカモフラージュにはなるか。まあ、お祈りみたいなもん。頼む。まあいいでしょう。俺解説とかの時、ユルグじゃなくてウルグって呼んじゃうわ絶対。自信あるわ。なんかウルグの方がオリジナリティあるからそっちの方がいいかもなと思って。いつも迷います。ウルグの方がいいなって。うんうん。ユルグは本当に由来になってたんだっけ？どっかの神様の名前なんだっけ？はいはいはい。ウルグはね本当に唯一みたいな感じ。他にないかも。ちょっとすごい強い。あ、ソロ級中ですか。いや、TFT やりながら歯磨きしてTFT 歯磨きしながらできるんでね、便利です。はい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 。いやー、でも時期がちょっとあれでしたね。バロランが出ちゃったし来たから、ここでしっかりリーグオブレジェンドを練習しているチームが優勝して、なるほどね、はい、バロラントに打ち抜くから戻んなきゃって思わせるわけですね。今回ちょっと技術的支援をいただきまして、とあるプロ e スポーツチームの方がですね、 e スポーツチームの方、はい、はい、まあ事業所、うん、プロチームのマネジメントしてる人かな、まあスタッフさんが明日実況を手伝ってくれます。うん、いいですね。実況、あと裏技を教えてくれまして、配信ドルの、うん、そうそうそう、 LJL とか大手のアマチュア大会って、あ、横から見るやつですか。カメラめっちゃ上から見るじゃないですか。あ、はいはいはい、広い視点で入れればできるらしいですね。それをね、さっき教えてもらって、そんな簡単なんだ。そう、やってみたら案外いい感じなんだけど、うん、なぜかショートカットキーが作動しないという新たなプロブレムが。インストールすればいいだけので作ってくれてる開発者に感謝。
そう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 。なんかこう横から見れるリプレイとか面白いですけどね。あれ手間かかる。リプレイ自体が手間かかる。そうなんですよ。いい子してる。これ拾いたいな。ああ、やっぱこれ管理者権限じゃないと夜起動しない。なぜだ？なんか知ってます？管理者権限じゃないと俺 LOL 起動しないんですけど。LOL 管理者権限じゃないと、なんかペロレンって出るってことです、うん、起動するときに管理者じゃないと。いや、起動できないっていう症状がよくわかんない。普通なんかパラーン、このプログラムを実行してよろしいですか、うん、みたいな、はい、そう、あんなん出ずに、うん、もうシーンとして何も反応ない、うんうん、ピロリンを出したく、出さねせなく、したくしたい。いや、まあそうそうそう。あ、じゃあのでいつももう管理者権限で起動してて、じゃあ多分ユーザーアカウントに権限がついてないんですよ。ほう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 。ちょっと待ってくださいね。問題何だったかな。コントロールパネル開いて、あ、じゃあコントロールパネル。あ、ジンクスが来たぞ。アカウントの種類の変更でも、これはアドミンしか入ってないし、コントロールパネルって打って、コントロール古いコントロールパネルを出して、管理ツールかな、管理ツールだったかな、わかんないよ。いつもネットで調べてたけど、ユーザーアカウントっていうのがあれ。でも俺ね、アカウント、うん、管理者アカウントしかないんですよ。ああ、じゃああれかな。ちょっと待ってね。私のターン。あれだ。ユーザー情報のところになんか、なんちゃらかんちゃら制御みたいなのがあった。サーウントの、あ、ユーザープロファイルの詳細プロパティの構成か、ユーザーアカウント制御設定の変更かな。これ一番下に下げちゃうと思う、ね。ちょっと待ってください。ローライブする。どれちょっと待って、スクリーン、はい、これイエーイ、このレベル上げた方がいいかな。あ、でも全然ダメ。はい、で、ユーザーアカウント行きました。コントロールパネル、これ見れてる、コントロールパネル、ユーザーアカウント、ユーザーアカウント制御設定の変更、これ一番下に下がってます。ユーザーアカウント、ユーザーアカウント制御の変更、いや割と上の方にある。あ、じゃあ下に下げて再起動かな。あ、今の Windows なら再起動しなくてもいいと思うけど、わかんない、聞くかな。それ下げてみて、ロール起動して出なくなったら成功する。おお、ウルグもしかして神様。私そういうの得意なんですよね、ゲームやってるから。いや、ゲームやってる人は当然ですよね、当然ですよね。大体ネットに落ちてるんでね、レベル上げなきゃ。私これか、これはちょっと神かもしれん。お、直れました、今から試すけど、なんかもういける気しかしんわ、これ。そう、わかんない。 Windows 10ならそんな、アドミン、ここアドミンになってます、自分の名前の下なってる。じゃあ大丈夫か。あー、ダメだ、でも起動しない、なんで。あ、そう、じゃあちょっとビシ再起してくらよ。うん、そうね、ちょっとその間にもう一個のやつ調べとこうか、もうすぐ死ぬし。
はい、というわけでね。ダメでした。これでいけなかったらもう諦めて管理者権限で起動します。そう、いろいろあるんですけどね、やり方。あ、この辺管理者権限でなんちゃらかんちゃらするってロールに設定する方法もあります。頼む。前は出てなかった、もしかして。前は出てなくてパッチになったとかだったら、うん、ロールのせいだな。もうそんなん考えないかも。パッチの時点から急にこんなになっちゃって、うん、あ、じゃあ管理者権限で起動すりゃいけんじゃねっつって、以降ずっと管理者権限でやってた。右クリックで。そうそうそう。あ、右クリック。それか、プロパティ、うん、ロールのイグゼのプロパティで管理者権限で実行するチェックすれば。そうそうそう。それにいつもチェック入れててやってた。うん、でもなんか出る。あ、でもなんかあんまりやりたくないし。互換性のトラブルシューティング。全てのユーザーライブしてもらったりし、OK。待ってね、最近デュアルモニター入れてからもう視線の移動がね、うん、忙しい。どっち向いていいかわからん。クマさんまだ若いでしょ。いや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 、俺もうあれだよ、おっさんだよ。こんなこと言っちゃってまー。多分俺、いや、まあ私よりは下だと思う。俺ね、俺勝手な印象で俺とウルグ同い年みたいなイメージ。なんかみんなそう言うけど大体私上で、私84年生まれなんで。あ、そんなに。そうそうそう、全然なんかお姉さんだ俺より。そういうこと。なんかみんな若く見てくれる。あ、そう。これ知れちゃう。あ、なんかすごい、なんでこれが出てくるんだ。違う、ね、それがつければいいね。画面とスクリーン1。ブリン。はい。え？おお。合わせ鏡。やるなら今しかない。エブリバン。ああ、コントロールとか入れときゃいいのかね。ああ、なるほど。あれやってみるか。じゃエブリバン全部入れちゃう。Okay. Maybe, is it working? お、いけるじゃないですか。おい、これダメなの？これはね、いけるんですよ、ここまでは。あ、そう。で、そこからあの、インゲームに入る瞬間、例えば感染起動してクライアントから、その、こんな感じです。もう消えましたね。のでクライアントは大丈夫だから、あっちの方だな。リプレジェゲームクライアントだな。リーグクライアントじゃん。ゲーム、これだ。な気がすんな。
フルコントロール入ってんだよな。頼む、これで行ってくれ。あ、これか。あ、そうです。お、来たが。な、何が原因だった？リーグオブレジェンドの、うん、こっちのクライアントの方じゃなくて、こっちのゲームシステムの方の権限を全部付与したらできました。でも変ですね。誠に謎である。根本的解決になってない。お、どうです、どうです、これ大会視点。あ、はいはいはい、こう操作ってどうやるんですか。普通にクリックでいいんですか。うん、ショートカットキー割り当てて、どっかのキーボードに。あー、集団戦見やすいかもね、これ、うんうん、だって本来ここまでだから。でもそうやって巻き戻してみるってことです。一回過ぎちゃった一回過ぎちゃった集団戦とかって巻き戻してみせるってことですか。普通にいや今ここでイニシエート狙ってますねとか、戦う前に察知してやんなきゃいけないってことですよ。難しいですね。あー、この視点見覚えあるな。なんか、あ、これだ。ネットプルウィズ、これこれ関係ないか。これや、これこれでどういう設定になってるか見てみたいな。あ、違う、Windows R を知ってネットプルウィズ。さあ、ちょっとスモーシンからフックが入る。さあ、これはバードもはや残りないだろう。おーおーおー、フラッシュアウトだ。オッケー。あとはこれを今大会でどこまでしっかり使いこなせるかですね。もうちょっとこれズームイン滑らかにできんもんかね。なんだこれ、どこでやってるの。スクロールでやってるんですか。いや、ボタン1個ずつもう連打してる。おしっぱとか。そういうもんなの。問題が見やすい。LGL とかそのカクカクしない。なるほどね。了解。それでは、はい、シアンロージーは土曜日だね、試合は。そうですね。
楽しみにしてます。ではでは、お疲れ様でした。私と踊るなら死を覚悟して。すん回せ。やるなら今しかない。
死を覚悟して。
踊るなら死を覚悟して。